ファスナーをリングタイプにするのもいい感じになりますよ。気分転換になります。今日はね、リバティ使いますよ。タナローン手触りがやっぱりいいです。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で、もうね、そんな大きくないのを作りますが、今日はポケット付きのポーチですよ。ちょっとね、難しいんですよね。チャレンジしちゃいます。材料はこちら、表布、裏布で、ポケット部分とタブとファスナーです。表布と裏布は同サイズ、準備しやすいですよね。サイズは16cm×23cm、 16cm×23cm です。で、表布と裏布は同サイズですが、表布の裏には接着芯を貼っていますよ。リバティのタナローンはね、繊細なので接着芯選びはちょっとね、慎重にしますが、いつも使っている織物タイプのこちら大丈夫ですからね。タナローン繊細なので、接着芯によってはね、表に糊が染み出ちゃうこともあります。タナローンは手触り本当にいいですよね。タナローン大好きです。ポケットです。 8cm×19cm、 8cm×19cm です。4枚あるのは表と裏です。タブです。タブは今回広め、 6cm×10cm、 6cm×10cm です。今回タブね、1枚にしちゃいました。ファスナーは 20cm のものを用意してくださいね。まずはタブから作ります。中心に向かって折って紐状にします。端を縫い押さえておいてくださいね。もうなんかこの状態で可愛いリバティマジックですね。次はポケット、こんな感じにね、作っていきます。中表に合わせて上下を縫い代 1cm で縫ってくださいね。上下縫い代 1cm で縫えたら、まあ角ね、重なり厚くなるの嫌だなという場合はカットして表に返します。形を整えて、ポケット口になる方を縫い押さえてください。裏布にね、こんな感じで縫い付けます。下から6センチのところに中心を合わせて、まずは中心を縫ってから、こんな風にね、布を寄せて下側を縫います。中心の布の重なりは2センチです。中心から1センチのところで折り返して、2センチ重なるように折ってください。で、下から6センチのところの底を縫い押さえます。できました。あとはね、もうポーチ作っていくだけです。布端から5ミリのところにファスナーをセットして、ファスナー端から5ミリのところをずずっと縫っていきます。ファスナーの金具は開け閉めして縫ってくださいね。裏布は中表に重ねて、表布をね、縫い付けた縫い目をガイドに裏布を縫い付けていきます。この向きで縫うので、表布の2ミリ左側を縫ってくださいね。リングタイプだとちょっとね、リングが動かしにくいかもしれません。縫えたらファスナーの際を縫い押さえます。縫い代は表布側に倒して、裏布は開いていますよ。反対側にも縫い付けていきます。布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリをずずっと縫っていきます。もうね、普通にボックスポーチをね、作るだけなんです。裏布は表布の縫い目をガイドにして縫っていきます。こちら側はね、ファスナーを開いた状態で縫い始めます。リングファスナーはね、落ち着けば開け閉め大丈夫です。縫い代を表布側に倒して、裏布を開いてファスナーの際を縫っていきますよ。ファスナー開けておいてください。布の向きを変えて底を縫い合わせますが、裏布の底側には返し口を作ってくださいね。縫い代は1センチになりますよ。縫い代、今回はね、開いておきます。その方が作業しやすいです。布を開いて、底の縫い目とファスナーの中心を合わせて長方形にしてください。ここピラピラしてね、作業しにくかったかもしれません。縫い押さえちゃってもいいですよ。タブ、
表布の上にね挟んでおいてください。サイドを縫っていきますが、縫うのはファスナー金具の外側で全部は縫わないんですよ。ファスナーの際に線を引いて、そこにねさらに3センチ ×3 センチの四角を4つ作って、その間を縫うんですね。で、余分な角なんでカットしちゃいます。3センチ3センチと隅を作りましたが、片側を縫ってないね、あの縫い代のサイド部分もカットします。ここからちょっと大変です。角を開いてまちを作っていきます。表布、裏布それぞれ開いて重ねて縫います。開く際に縫い代はポーチが出来上がった時に下側に倒すんです。縫い代をポーチの下側に倒して、長方形だった時に端っこだったところとファスナーの中心を合わせて、表布、裏布を重ねて縫っていきます。裏布にはねポケットがあるので、ちょっと作業しにくいかもしれません。ポケットはね裏布にも沿わせて開いてくださいね。返し口を閉じます。今回ね縫い代部分に両面接着テープを貼って、もう貼り付けちゃいます。これでもねまあ閉じられるからいいですよね。見た目ね割と悪くないですよ。できました。完成です。わーい。あ、いい感じでできていると思うじゃないですか。マチね開ききってなくて寄っちゃってる部分あったり、ファスナーの重なりがきつかったりしました。まあね、まああるあるですね。そこからちょっとね上の方についてます。だいたい2センチぐらいかな。まああと1センチ下げてもいいです。上はねギリギリといえばギリギリなんですが、ぴったりといえばぴったりなんです。上1センチぐらい余裕がある感じですかね。ポケットの位置あと1センチ下げてもいいかもしれません。お好みで調整してください。こんな感じにね使うと可愛いかなと思います。単純にねここ袋のね、あ、ポーチの、ファスナーのとこくるっとね折っただけです。中にねポケットがあるので小物入れ的にも使えちゃいますね。これだとねポケットの位置ちょうどいいような気もします。マチを開くところは慣れるとね割と作業はしやすいかなと思います。ファスナーは普通のファスナーでもいいですからね。ちょっとね大変だけど可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。